はい、すいません、これから夢見ヶ崎動物公園の今、こっち側なんざ東側っていうのか分かんないです。まあ東側じゃないですか。東側で今度西側の方ね。東じゃない、南じゃない、分かんない、分かんない。とりあえず反対側、とりあえず墓を一回ぐるっと回ってからあっちの方、はい、行きたいと思うから、入れと逆側の方に。墓は反応するでしょ、さすがに。超寒い。あ、雰囲気が怖いよな。いや、パーカー1枚で来たのがバカだった。だけどよ、この墓場めっちゃ反応すんだけど、まあ当然なことで。そしてさ、墓の迷路だ。墓の迷路ですね、これ。超怖え。え？風でさ、外幅が揺れんのよ。うん。そのたんびに俺反応しちゃうわけよ。でもなんか、でもそんなに墓の中、探知機が反応してないのね。うん。だから条例されてるんですよ。条例されてるから、そうそうそう。墓って怖いもんじゃないんで。うん。みんな墓ってさ、怖いイメージ持つんだけど。うん。別に墓話すると、まあ霊が化けて。それはね、そうでしょ。もう我々だって、どの人だって、いつかはいずれお墓の下に眠るんだから。いや、わかんないっすよ。え？わかんないってどういうことよ。わかんないじゃないですか。無縁仏になっちゃうってこと？うんうん。まあ、それを考えられるな。結構奥行きあるんですね。うん。やっぱりさ、あのトイレの近くに行くにつれて反応が、うん、これも出てくるよね。今赤いのが、はい、うん、トイレに近づくにつれて。でもさっき条例したんだけどな。私のお墓の前に墓の入れください。墓の名分ですね、ここ。ここに私がいません。死んでなくてもいません。墓の迷路です、これ。俺初めて見た、こんな墓の迷路。いやいやいや、お墓の迷路じゃなくて、ほら、どっち進んでいいのかわからないっていう。あ、待って待って待って、まがまがしいな、これ。崖の下とかな。飛んでください。だがな、俺はお前の剣法では死なん。さらばだ、ケンシロウ。サラダバーね。え？さらばだが、え？さらばだが、サラダバーに。言ってた？サラダバー。このセリフ覚えてるでしょ？うん。サザンキュラスのシンでしょ。そう、シン、シン、シン。これこれ、やばいよね。やばくないでしょ、守り神でしょ、これ。守り神、ほんまね、人ん家の名前を写すのは良くないんで。千住観音、ね、うん、千住じゃないでしょ、当然。新しく墓作るのかな。そうじゃないですか。墓石、いや、撤去した後だね。うん。ってことは無縁仏もそれなりにあるって、うん、いうことかな。これ心霊スポットメールというと、ただの今肝試しになってるという。まあそうっすね。よくありがちな墓のメール。
悪霊が今また一体現れたんだけど、また消えちゃった。あ、オレンジも出るね。オレンジも出る様子だと。青、黄色、オレンジ、赤、紫。そうだね、そういう感じだね。これも墓？これも誰かの、多分お坊さんの墓だよこれ。か、いや違うな。いや、さっき先祖って書いてあるんだけど、うん、いつで先祖ってどこ。はい、映りにくいっす、ね、映りにくい。なんか先祖なんとかって書いてあると思う、うん、多分お坊さんの墓だと思うんだよね。代々先祖っていうか、お坊さんの墓はなんか立派に建てるっていうかな、うん、これなんかもう無縁仏だよこれ。無縁仏の祈ります。ここなんか地図に載ってたなんとか寺。はい、寺の境内。一連集か。二次練習だと、南無蓮華経、南無蓮華経って言うんだよ。確かに。いや、ちょっと単独潜入してきてください。ここ？いや、入れんのか、そこ。なんで？俺、手段ちっちゃ、さすがに人んちだから。僕はさすがに、さすがの総帥も。さすがの総帥もちょっと、あの、居住地に勝手に入るっていうのは、多分ここ突っ込んでないんじゃないかな。車あるしダメだよ。妙法なんか不徳稲荷、稲荷祀ってあるんだな。わー、南無日蓮、日蓮大聖人って書いてある。うん、日蓮大菩薩、南無日蓮大菩薩、うん、まあお寺さんの。ここでも反応しない、やっぱりお寺さんの敷地の中は、うん、まあ、ちゃんとお経なされてるから、今お経で。さて次はこっち側か。いろいろなんか神社とかあったよね、地図で見たら。うん、こっちが動物公園でしょ。こっち動物公園の方だね。うん、いきなり前半で儀式やっちゃったからさ、うん、儀式じゃない、儀式じゃない、リサイタル、リサイタル儀式ってなんだよ、儀式って。誰の儀式だろ。何も言ってねえや何も言ってねえか待って、トイレこっちでもあんだけど、こっちじゃねえと思うんだよな。うん、反応しないのやっぱり。あっちの方がね、うん、全然っめっちゃ反応してたじゃん、あの時トイレ近づいて。雰囲気が違った。ピンピンピンってさ、うん、鳴ってたじゃん、うん、今反応しないのこれ、うん、だって5、6体現れたんだよ探知機に、うん、あれすごかった。怖いよあれの。さあ今日はあの心霊スポットの、夜の心霊スポットと言われる夢見ヶ崎動物公園の動物さんたちにご挨拶を。ふざけてるなこの人。パッパッパッ。コモンコモンマコモンコモンマセット。え？なんだ。どうした？いや。いや別に夜はいないか。出てこないでしょ。内臓の中の。あれに入ってたの。
こっちで反応したぞ、動物に。動物の霊か。さあ、糞の匂いが。お、バンビ。じゃ、ま、違う、マーコールっていう。これ目、あんま当てちゃうとかわいそうか。かわいそうでしょ。俺さ、動物、動物と会話できるからさ。え、そうなんですか。うん、え、チョッパーの能力じゃないのそれ。いや、俺はだからいろんな能力を得てるから、うん、今ね、手出して大丈夫か。これ何の、野生のヤギの中で最大種だって。ヤギだったよ。でもヤギでしょうね。うん、あ、すっごい匂い発してね、この獣臭。あ、そこに。なんか俺が風呂1週間入んなかった時の匂いがする。うん、すげえ、オスじゃね、あれ。オスだよ、群れのリーダー。すげえ、角が。子供もいいんじゃん、ほら。うん、子供いるって言いました、さっき。すげえな、上にいっぱいいるぞ。おお、めっちゃいいんじゃん。群れのリーダーだから、あのハーレム君の。すげえな、なんでここで心霊探知機が反応するんだろう。みんな怯えてんな。怯えてんな。海賊王来た。ライオンとかいねえだろうな。いるわけないでしょ、こんなとこ。飛び越えてきちゃうよ。あ、ここクマだって。え、あ、馬だった。クマだったら飛び越えないでしょ。馬小屋だよ、馬小屋。まあさすがに中に入ってるし。あ、動物の鳴き声か。うん、ああ、シマウマだ、ここ。やば、動物。何ですか。鳥。超獣。鳥だね。なんか動いてる。あ、あれペンギンじゃ。多分水中泳いでる。え、あ、で、あっちフラミンゴいる。フラミンゴ映んないかな。映るかな。フラミンゴ赤かったからさ。いやー、ちょっとわかんないですね。フラミンゴだよ、ここ。俺の肉眼では見えたのに残念だな。よじ登って見れねえか。アクティブですね。俺は別に動物を見に来たわけじゃないんです。そうですよ。動物は好きだけどね。うん、熊野神社ですね。だからちょっと後編に上手いですね。そんなに、うん、なんつうか、車止まってんだよね、これ。じゃあ脱出しましょう。うん、これで、あの神主さん、うん、住んでるところに。こんちってか、まあ神社だけど。ラマ、ラマってあれじゃん。なんか聞いたことある。アンデス、そうそうそう、アンデスの、そう、ラクダの仲間だ。ラマ。アルパ。アルパカいない？アルパカ。アルパカもいるかも。ほとんどあれじゃないか、なんか南米産の動物ばっかでさ。うん、しっかり防犯カメラついてるね。動物盗まれちゃって大変だもんね。そりゃそうですよ。え、こっちに向かいについてだんだん強くなってきたぞ。今週し、あ、日本にいる鹿だよね。よくヤビスとかにいる。泣いてる。でっかいね。はは。
こいつらあのよく七沢とかさ、うん、いますもんね。だこいつらうまいよ多分。食ったら？うん。大丈夫、お前ら食べないから大丈夫。あんないじゃないですか。こいつオスだね。角が生えて。若いでしょまだ。そろそろ猛獣エリアとかないのかここ。ないでしょ。お、鳥だ。猛獣はさすがに怖い。これはインドクジャク。クジャクだよ。クジャタだよ、クジャタ。はい。召喚獣だよ、召喚獣。なんかこっちそんな怖くねえな。うん。ただの動物園じゃねえか、ここじゃ。明かりがあるもんね。あじゃんこれ、うん、馬かロバだよね。王様の耳はロバの耳、王様の耳はロバの耳。見えてる、すげえ反応してんのね。ヤギじゃん。あ、モルモットまで。あ、これヤギだ。いや、奥が馬で、ああ、ロバかなあれ。あ、こんにちは。おう、俺動物今喋ってくる。こんにちは。すいません。今日俺ご飯食べたくてさ、いやお前たちも食べるって話じゃないの。だから。そういう話じゃなくて、寒そう、こいつら。なんでスルーだよ。なんでスルーなの、今話してたの。あれ、なんか言ってましたっけ。今話してたんだよ。マジっすか、まだ話すんすか。まだ話す。話の途中。晩ご飯っていうのは、なくて、モナカ、あ、モナカさんですね、看護さん。はい、よろしく。よろしくお願いします。かわいい。俺今話してたよ。オタクらも大変ですね、うん、YouTube の撮影は大変でしょうって言ってた。プレーリードッグじゃん。もうプレーリードッグに、え、完全に動物園みたいに。何やってんすか、そうっすね。ね、夢見ヶ崎動物パレット。あれ何、袋、何これ、袋、おっ、袋だよ。超弦棒って書いてある。うん、はやぶさか。身を引きチャボ。全員紹介するんすか。いや当たり前でしょ。ね、動物公園っていうぐらいだから動物はちゃんと映してて、鳥小屋の中に人がいるとかないかな。あ、いるわ。え？インコ。どっかのインコ。本当だ。インコかわいいよね。食肉も。アナグマで、お、アライグマ、ラスカル。ラスカル。これが大変なんだよ、アライグマが。獰猛で結構。触らないで手噛まれるぞ。すごい獰猛だから。クマと一緒だからクマ。うん。あ、これイタチ。ハクビシンだ。ハクビシンもいる。ハクビシンもいるの。ハクビシンもいる。月のマグマとかいねえのかね、ここね。いないでしょ。これも獰猛だよ、獰猛。これ何これ。タヌキだ。平成タヌキ合戦、ポンポコ。化けるよ、こいつ。かわいいね。
ポンポコポンポコ。かわいそうにこんなところに閉じ込められて。山の短期さん、おっぱい飲んでねんねして、なんだっけその先は。うんこ知って、うんこ知って帰りましょうじゃない。違うよ、そんな変な歌じゃない。飯食ってうんこ知って帰りましょう。猛獣はいねえんだな。ただ俺寝てみよう。ほら鳥たちや寝てるでしょ。でもなんかこっちの鳥って可能性がなんかある。なんかこの滑り台でなんか見たことあるんだろう。はい、相模原北公園と全く変わんない作りが。いいっすよ、遊んで。いや、遊びませんよ。こんな、いやー、だけどなんかとりあえず動物公園とか来たんだけど、ちょっと今一回地図開くわ。今何分？21。あー、まだちょうどいいな。動物。今端っこの方来たぞ。そうっすね。いや、やっぱメインがさあっちでしたね。まあ、こっちも反応するんだけど、あっちは尋常じゃなかったっすね。尋常じゃない反応だもんね。こんなに違うのってぐらい。まあ地図が出てたんだけど、これ動物園内じゃないですか。完全に動物公園だね。うん、で入れとなって、こっちがメインの心霊なんだよ。うん、こっちは本当あのアニマルワールド。そうっすね。俺の王国だよ。え、俺の王国どう拾えばいいんですか俺。いや拾わなくてもいいけど。じゃあスルーで。わあ、そういうこと言う。でも神社が天照大神社。なんだこっち、こっちは神霊じゃないんだな。動物の神霊をなんか妨げに来たって感じ。ただの神社、アマテラス大神様。これを下に降りてっちゃうと麓に降りちゃうからね。人んちじゃね、明かりはついてる。やべだ、人んちだ。人んちっていうか、まあ誰かいるでしょ。住んでるな、もうカムスさんのうちだ。うん。なんか思ってた映像ってさ、なんか思ってた以上になんか全然死んでるって雰囲気ないな。反応はしてるんだけどさ。そうっすね、別に動物いますから。そうなんですよ。まあそんな感じでとりあえず戻りますか。はい。ああ、じゃああれだね、そろそろ撮影を終わりにして車に戻るか。はい、じゃあそろそろ終わろう。はい、しやすいっす、しやすお疲れです。